株式会社 NTB は日本の中部地方を活動拠点としている芸能事務所である。所属タレントたちの中部地方における芸能活動のマネージメントを主としている。旧社名は1968年7月に創立された株式会社名古屋タレントビューロー。タレントやパーソナリティ、俳優、ナレーター。 婚礼式場の司会者など総勢150人が在籍する。テレビタレントセンターで1年間基礎訓練を受けた人物と実務経験を持ち採用された一部の中途採用者によって構成されている。また、大手広告代理店電通と財名の放送局を株主に持ち、タレントたちの TTC での基礎訓練に携わる講師陣は財名局各局のアナウンサーと、 電通関係者によって成り立っている。講師陣には、狂言の家元で有名な泉元屋の名前もあり、そこで学ぶ、研修生たちの総合的な表現力の向上を、図っている。この教育システムによって、TTG での研修を終えた者が在名局各局の契約アナウンサーとして採用されるというケースも多い。中京圏のテレビ放送などで、 日常的に目にするアナウンサーの一部は NTB に所属する契約アナウンサーである。なお、名古屋を拠点に活動していた当時の青木さやかもここに所属していた。2011年3月31日、諸般の事情により株式会社名古屋タレントビューローは解散。代わって同社のスタッフにより新法人の株式会社 NTB が設立され、 所属タレント及びスタッフはほぼそのまま移籍する形で再スタートを切った。ここでは著名な芸能活動をしているタレントやアナウンサーのみを挙げる。このほか、披露宴の司会などを副業に活動しているタレントが大勢いる。詳細データは公式サイトを参照されたい。同様に著名な芸能活動をしているタレントやアナウンサーのみを挙げる。ありがとうございます。